今回は小松菜で作る翡翠ポタージュスープの作り方を紹介します。スープにすることで栄養価の高い小松菜をたくさん取ることができます。見た目にも綺麗な鮮やかな緑で味ももちろん美味しいです。それでは作っていきましょう。たっぷりのお湯に塩を入れ茹でていきます。茹でた小松菜を軽く刻みミキサーにかけていきます。軽く水を入れミキサーを回します。小松菜ペーストの出来上がりです。鍋にスープを 250cc 入れ沸かします。そこに小松菜ペーストを 150g くらい入れます。小松菜の甘みを引き出すために砂糖を少量と塩を入れます。醤油を大さじ1と胡椒を軽く入れます。牛乳を 50g 入れます。味見をして足りなければ少し塩を足します。水溶き片栗粉を大さじ1ほど入れとろみをつけます。仕上げに鶏油を入れます。牛乳を入れることで小松菜の青臭さが抑えられ、苦手な人でも食べられると思います。少し味を濃くしてラーメンを入れて食べるのも美味しいです。まだ小松菜のペーストが残っているので、ついでにパスタも作ります。オリーブオイル大さじ1入れ、ニンニク、唐辛子を炒めます。軽く色づいてきたら茹でたパスタを入れます。ここでニンニクと唐辛子の香りをつけます。小松菜ペーストを 100g くらい入れます。パスタの茹で汁を軽く入れます。塩を入れます。醤油を大さじ1入れます。バターを入れ、香りと風味をプラスします。サラダをのせ完成です。今回は小松菜料理を2品紹介しました。ペーストにすることで食べやすくアレンジもしやすいです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。
それではまた次回よろしくお願いします。